んだお前いいやつじゃねえかって、お前はコンビニ弁当かバカ野郎、今日焼き打ちしといてやった、お助けよーなんてバカ野郎、灰抜きの会心は働かねえな、柴田勝家とか林道勝とか佐久間信盛とか、はい、とにかくですね、今日はですね天正10年の6月2日でございましてですね、今日はラジオをなんと今はですねスペシャルウィーク教科週間ということでですね、なんとスペシャルゲストも呼んでおりますんで、今日も張り切っていきたいと思いますね。じゃあいつもは有楽町でやってますけど、今日は特別に京都本能寺にやってきました。いやいやいや弱っちゃったね。今日はなんとすごいよ、2時半頃ね明智光秀がやってきますんで、もうなんかちょっと嫌な予感がしますけどね。いやー今備中でね水攻めやってるって、水と生きるっていう水攻めやってる秀吉がすごいね。ああ秀吉ってのも可愛いやつだね本当。あいつはね徳次郎徳次郎っつって最初の頃もと下っ端から上がっていったんだもん。俺のところの草履取りやってる時なんか草履履こうと思ったらあったかいから、バカ野郎なんとかケツに敷いてたかこの野郎っつったら、懐で温めてましたって、バカ野郎って、お前なんだお前いいやつじゃねえかって、お前はコンビニ弁当かバカ野郎っていう、もうああいうやつはちゃんと生え抜き社員で頑張ってんだな、光秀意外に信用できねえなと思う時もあるけど、なんだあの佐々木蔵之助ってのはなんかお前なんかあおい明るすぎるよお前、どんなお前なんかちゃめっきあっていいなって、もうああいう社員もいいなと思うんだよな。うん、やっぱり生え抜きのやつは可愛くてしょうがねえよな。うん、それはまあ秀吉だってあれだろう、晩年は自分の可愛い石田三成が可愛いんだよ、軍師官兵衛なんて、官兵衛なんてお前何考えてるか分かんないし怖いなと思うもん、あの途中で来たやつなんてのはね、優秀だけど自分の意見も言うけどなんか近くにはいてほしくないなっていうのが、あるなとは思いますけどね。まあなんだかんだありますけどね、私も子供の時はあれだよ、もうほんと乳母の乳首を噛んだっていうね、波江津子だったら訴訟問題で大変だよ若野郎ってありますけどね、うん、まあそれじゃあ行きましょう、織田信長のオールナイトニッポン、織田信長のオールナイトニッポン、この番組はあなたも打ってみませんか、種子島鉄砲隊、家族みんなでショッピング、楽市楽座トモロ会、ザビエル家デス会、水と生きる高松城、スナックおいち、以上各社の協賛で全国34局ネットでお送りします。先週までねスポンサーだったね比叡山がねスポンサー降りるって言うからね、バカ野郎って昨日野球打ちしといてやった、お助けよーなんて、バカ野郎ってお前らなんで武器持ってやがってこれ野郎、勝手なことやってんじゃねえこれ野郎って、なんで信長が勝手なことばっかりやって野球打ちなんかしてとんでもないって言うけど、お前らだって武器持ってんだから、もう豪祖とかいろいろとこの頃の寺ってのは強いんだよ、そういうことも踏まえてね、あの抗議の電話とか誹謗中傷とかツイッターでいろいろやったりするんだから、弱っちゃったなーってありますけどね、もうほんといろんなことありますんでね、織田信長のオールナイト日本、メールアドレスは本能寺熱い熱いドットシヌ、本能寺熱い熱いドットシヌまでお願いします。いやー弱っちゃったな、しかしまあキリンが来るっていうのも始まりましたけど、キリンが来るってね途中で中断 しましてね、あのダーウィンが来たと一緒にやってて、キリンが来ましたねって、キリンが来たって、キリンは来るんだ、ダーウィンは来たで、あの司馬太郎の龍馬は行くっていう、行く来る来たってちゃんとその辺の区別はしてもらいたいなと思いますけどね。まあ私のトークもマシンガントークと言いながらね、種子島と一緒で火縄銃トークじゃないかとかね、まあいろんなこと言われますけど、しかし桶狭間の戦い胴体を笑み勝っちゃったよお前、今川義元の首さえ取ればなんとかなるんだよ。で俺が偉いのは今川義元を撃ったやつがすごいんじゃないの、ね、なんかキリンが来るでも今川義元を撃つ時こうすごくジャンプしてグッっていって、今川義元あっ何だよ片岡愛之助パッと切っちゃったけど、片岡愛之助もすごいよ、今川義元の今までのやつの中で一番結構立ち向かっちゃった人よ、俺も見てんだよ、信長もちゃんとキリンが来るの見てて、カッカッカッってなんだやって、いつもはなんか腰だけ乗ってすぐ殺されちゃうのが今川義元だなと思ったけど、今回は片岡愛之助だから今川義元なりに見せ場があるっていうね、やっぱなんかちょっと半沢直樹っぽい感じでね、証券取引等監視委員会事務局証券検査官統括検査官の黒崎ですみたいな、
ちょっとそういう感じの、もうちょっと見せ場を作ったっていうのはいいなと思ったけど、今の吉本を打ったあのハイジャンプで殺したのが偉いんじゃなくて、俺が一番すごいと思うのは、今川義元の居場所を突き止めて報告したやつが一番すごいんだっていうね。要は大阪夏の陣だって、冬の陣もそうだ、夏の陣かあれもそうだけど、結局徳川家康の場所をちゃんと突き止めて、徳川家康さえ撃っちゃえば真田の勝ちなんだわ。戦ってのはトップを殺しちゃえばそれで勝ちだっていうのをね、俺は桶狭間の合戦で学んだな。それはすごく思う。あのと長篠の戦いだとかなんだとかってありますけど、俺は今度はなんだ、麒麟が来るの見てると、結局何なんだよお前、明智光秀と俺はなんか対等みたいな感じで、お互いがお前足利義昭の家来みたいに、でまあ将軍の家来でいいんだけどさ、あんな風に光秀となんか同格にされると、やだ、今までなんだこの金貨頭バカ野郎って言ったのが、光秀がいたからわしがあるのかもしれ、光秀はわしを褒めてくれる。ちょっと怖いよ、俺なんかゾッとするね。いきなり信長がなんか怒ったりして、ちょっとサイコパス的な部分の怖さみたいなのも見せてくれたなと思いますね。でなんか大河ドラマと日曜劇場って、ね、出演者が被るっていう、柴田勝家やってたのがテセウスの船の三清じゃねえかっていう、で嫌な予感したんだよ。どうも俺の嫡男の息子を機長がちゃんと育ててくれたんだけど、奇妙丸、俺ね子供の名前とかね、奇妙だから奇妙丸ってつけたんだよ。お前は2番目の子供で、次だからお次丸とかつけたけど、奇妙丸があれだよ、またテセウスの船の三清がやってたんだ。また弱っちゃったね、ほんとね。しかし灰抜きの家臣は働かねえな。柴田勝家とか、なんだあれ、林道勝とか佐久間信盛とかダメだよ。その点光秀はやっぱりいろんなとこ、朝倉とか足利義輝とか義昭とか斎藤道三とこもいたし、いろんなとこ回ってるから、それでやっぱりちゃんといろんなことを見てきてるから、やっぱり勉強できてるよ。徳川家康でいうと、そんな正信みたいなもんで、山城の一向一揆の時なんかは徳川家と対等に戦ってんだ。徳川家康を苦しめた相手の意見もちゃんと自分の家来にしてるから、しがらみとかないから、自分の思った意見がちゃんと言えるんだよね。そこちゃんとリスナーのみんなも感じてほしいんだよ。そういうやつが伸びるとやっぱりいいんじゃないかなとは思いますね。まあ今川義元なんて、も義元って、今の時代も義元って、時代は繰り返しますけど、義元は人数も多いし小屋も持ってるっていう、バカ野郎って、そっちの義元じゃないって言うけど、義元はすごいって、その義元を破ったのが太田信長って、太田プロじゃないよお前、織田信長ね、これがお前すごいんだよ、生涯大を食うっていう、これが歴史の魅力じゃないかななんて、これ思ったりしますけどね。まあこういうので麒麟が来るも毎週見てるけど、どうなんだろうな、俺なんかちょっと心配だよお前、仲いいからさ。光秀はわしを褒めてくれるって、ずっと褒めてたら結局本能寺の変とかないんじゃないかっていうね。これはなんか風間俊介が光秀そそのかして俺やっちゃったんじゃないかななんて、まあそんなことはどうでもいいか。まあそれは作者が勝手に決めたことで、俺が普通に死にゃいいんだろう、本能寺の変だって言って、なんで俺が今から本能寺の変のこと知ってんだってのはありますけどね。この間野球中継見た岡島投手もすごいんだな、あれ明智光秀と一緒なんだよね、巨人行ったり日ハム行ったりレッドソックス行ったりで、ね、優勝しちゃったりっていう、やっぱりいろんなとこ転々として、いろんなものの文化の凄さっていうのをちゃんとこう経験してる人間っていうのは強いなと思う。だけど近くに置いとくと怖いなっていうのは ありますけどね。そういうのが大事なんじゃないかなって思いますけどね。まあなんだかんだ言って徳川家康も75まで行きましたんで、みんなそれぞれの時代はやるけど、俺がやっぱりこう巨大コンツやるんで、ちゃんと全国統一したことがやっぱり良かったんじゃないかなと思いますよね。えやっぱり自分のちゃんと航空でうちの配下につくんだったら、うちの社員になりますかっていう部分っていうのは、なんだ昭和の時代も平成の時代もいろんな部分で会社の経営のやり方っていうのは、いろいろと共同するし、子会社いっぱい作っていくっていうのは
俺が元祖だっていうのを証明してもらっただけでも俺は嬉しいなと思いますよ。それじゃあここで一曲。あ、なんか焦げ臭いなバカ野郎、光秀入りが早いよバカ野郎。あ、また娘のガラシャが今度デビューするからガラシャ の宣伝でまた来てんだよ、こぼるのにはバカ野郎、これイカ頭なんて思いますけどね、まあしょうがないですが、じゃあここで一曲いきましょう。熱森で2050年。松村邦洋、ためにならないチャンネル。まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。